虫歯体質を変える栄養素と5つのチェックポイント。栄養解析を生かした口臭治療をベースに予防歯科を広めていきたい歯科医師吉岡秀樹です。対して歯磨きを頑張ってるわけでもないのに虫歯と無縁な人もいれば、こんなに歯磨きを頑張ってデンタルフロスもやってるのにすぐに虫歯になっちゃう人もいます。虫歯は専門的には右食と言いますが、退院姿勢の病気と言われています。いくつかの悪い条件が重なった時に虫歯という問題が起きるということです。さて、口の中の環境を整えてくれているのは唾液です。この唾液の量と質が鍵を握っています。唾液は口の中を中性に保つ働きを持っていますし、リゾチームなどで口の中の細菌が繁殖するのを抑えてくれています。この唾液の中和能力を生み出す炭酸脱水素酵素を働かせるには亜鉛という栄養素が欠かせません。亜鉛不足だと炭酸脱水素酵素が働かず、唾液の中和能力を担う炭酸水素イオンが不足し、中和能力が低い唾液になってしまいます。質の良い唾液がたくさん出れば虫歯体質から抜け出すことができるでしょう。ここで亜鉛不足のセルフチェックをしてみましょう。味覚や嗅覚が鈍くなった。髪の毛を洗うと髪が抜けやすい。肌が乾燥しやすい。傷が治りにくく跡が残りやすい。爪に白い斑点がある。当てはまるものはありませんでしたか？亜鉛といえば牡蠣を思い出しますが、実は肉や卵にも多く含まれています。甘いものや炭水化物が多い食生活では亜鉛を無駄遣いしてしまうことにもつながりますので、これらを控えめにして肉や卵を増やしましょう。医食同源という言葉があります。虫歯に悩まされている人はまず食生活習慣を見直してみてください。食事のレシピはクックパッドなどでメック食で検索してみてください。食事を変えると体質が変わります。ということで、虫歯体質を脱却するには亜鉛って関係するんだよっていうお話でした。ではまた。